はい、小さめのグランドピアノ、しかもおしゃれなものっていうのをね、お探しの、方にはもってこいじゃないかなと思うピアノですね。エルゼというね、EG150 という150センチの、奥行きのピアノですので、もうベビーグランドというふうなね、位置づけになるかなと思いますね。はい、1998年製造のものですので、20年ぐらい経っておりますけども、ほとんどこれね、別荘に置かれてたということらしいので、ほとんど使われてないというね、あのグランドピアノの場合ね、この消耗部品とかそういうのがね、あの心配なところ、よく弾かはる方がグランドピアノ買わはるのでね、その辺がちょっと心配ということがあるかと思うんですが、このピアノに関してはもう消耗品はほとんど消耗してないと。この辺なんかもね、こう毛羽だったりとかするんですけどね、そういうピアノになっております。ネック足もね、美しいですしね。もうこれカバーこれビニールのカバーもついたままになっておりますね。はい、これなので引き取ってきたままですので、まだ磨きかけてない状態でまだこれだけ綺麗という感じになっておりますね。はい、これはですね、あの今ではねもうオーソドックスになりましたけど、中国の方での工場である程度作って、日本の工場に持ってきて、仕上げをするというふうな、そういう作り方ですね。それの先駆けというかね、そういう感じのピアノじゃないかなと思いますね。アトラスというねメーカーさんが、今はもうないですけどもね、そういうやり方、アトラスの工場に入って仕上げるというふうなやり方をしてたみたいですね。あ、音の方ですね、ちょっとね明るい目なので、ね、ちょっと、入れる部屋によっては静音をする方がいいかもわかりませんけど、このボディですごいボリュームが出てますのでね、楽しんでいただけるピアノじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしょうか。